はい、皆さんこんにちは、あっちゃんです。今ちょっと焚き付け取りに来てたらですね、なんかみかんがなってたんで、謎のみかんが、これ調べたらダイダイという柑橘系のみかんですね。正月とかに飾りで利用されるみたいで、普通に食べても酸っぱくてなんかあんまり美味しくないみたいですね。高枝切りバサミ、これで取っていきます。うわー、いっぱいになってる。利用価値がないんで誰も食べないんですね、これ。結構取れた。こんなもんでいいか。はい、これからダイダイを洗ってダイダイ石を作っていきたいと思います。いい香りがするんで、お風呂に入れて使いたいと思います。はい、全部剥けました。匂いがやっぱすごいですね。柑橘系の匂いが漂っています。もう行こうか。そのまま入れていきます。氷砂糖の代わりに砂糖入れます。25度の焼酎入れます。一応法律で25度以上のアルコールでつけたら果実酒は合法みたいなんで、そう決まってるみたいですね。これであと2週間ぐらい経ってから試飲してみたいと思います。もっと漬け込みたい場合は半年1年ぐらい漬けたらいいと思いますけど、多分それほどまだなくても果実が出ると思いますね。果汁が出やすい果実だと思います。はい、2週間待ってみました。長かったですね、この2週間。はい、早速試飲していきたいと思います。ダイダイ酒の味はですね、さっぱりとした柑橘系の味で、後から苦味が来る感じですね。まあそれなりに美味しいです。後から苦味が来るんで、ちょっとその分気になりましたけど、まあ熟してきたらまた美味しくなってくるかもわかりません。楽しみですね。はい、2週間目のダイダイ酒はまずくもなく、めちゃめちゃ美味しいわけでもない味でしたね。まあ興味ある方は試してみてください。それでは皆さん、さよなら。